ウクライナ侵略にロシア正規軍だけでなく、民間軍事会社であるワグネルの戦闘部隊が戦力として参戦していることは世界が周知に事実であり、侵略開始当初はキエフ攻略部隊に紛れ込み、ブチャの虐殺に加担したことが疑われたりしていたが、ここ数ヶ月は東部ドンバス地方のドネツク州バフムートに攻勢をかけている部隊がワグネルの戦闘部隊であるとされているよ。そのワグネルは地上部隊だけでなく、戦闘機なども運用しているとされていたが、12月2日にバフムートの郊外でロシア軍の戦闘爆撃機スホイ 24M がウクライナ軍によって撃墜され、ウクライナ軍陣地に墜落したことがあったが、そのスホイ 24M に搭乗していたパイロットと爆撃要員の2名が、ロシア航空宇宙軍の所属ではなくワグネルと契約していたことがわかり、ワグネルが航空部隊も運用していることが明らかになったぜ。もはやロシアの主力部隊と言っても過言じゃないよね。士気も高いみたいだし、ウクライナにとっては厄介な部隊だと思う。さて今回は、ロシアの民間軍事会社ワグネルは戦闘機も運用していることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。これまでウクライナで撃墜されたロシア軍機の中において、今回のスホイ 24M の他に2機の攻撃機スホイ 25 がワグネルと契約して雇われたパイロットが操縦していたとされ、ウクライナ上空におけるロシア軍の航空作戦の中で、ワグネルが飛行させている航空機の割合がかなり大きいことを表しているよ。つまり、ワグネルの地上戦闘部隊が作戦を展開する際には、空からの援護をロシア正規軍に依頼するのではなく、自らが契約したパイロットをスホイ24やスホイ25といった古い機体を飛ばして援護させているってわけだね。ただ、ワグネルが自前の戦爆撃機や攻撃機を飛行させる際に、正規軍との間でどのような取り決めを交わしているのかは不明で、空爆などの作戦行動計画についてワグネル側が独自に立てて実行しているのか、ロシア軍の指揮統制下にあるのかはわかっていないぜ。また使用している機体がワグネルが購入したものなのか、あるいは航空宇宙軍からレンタルしたものなのかも不明であるし、その機体の整備はどうしているのか、燃料やミサイルなどの弾薬はロシア軍が融通しているのかなどについても全く知られていないな。そして、パイロットはおそらく航空宇宙軍の OB であろうと思われていたんだけど、今回のスホイ 25M の撃墜でパイロットについては出自が判明しているみたい。ワグネルのスホイ 25M は、東部ドネツク州バフムートの東 30km ほどにあるボパスナ上空を飛行中に、ウクライナ軍の携帯式対空ミサイルスティンガーによって撃墜され、パイロットが操縦席で戦死したまま墜落したんだ。そのパイロットがロシア航空宇宙軍を引退したカナマット・ボタシェフ氏63歳であることが確認されたってわけ。ボタシェフ氏は将軍にまで上り詰めたベテランパイロットであったんだけど、2012年にスホイ27に搭乗し、操縦資格がないにもかかわらずアクロバット飛行を行おうとして墜落させて軍を引退し、ワグネルと契約を結んでいたと見られているよ。ボタシェフ氏が戦死してから1ヶ月後、ウクライナ軍第72機械化旅団の兵士が、旧ソ連製の携帯式対空ミサイルイグラによってワグネルの別のスホイ25を撃墜して、この戦闘爆撃機を操縦していたやはり高齢のパイロットであるアンドレイ・フェドルチコフ氏を捕らえたみたい。捕らえられたフェドルチコフ氏はワグネルとの間に、毎月3200ドル約44万円の報酬を受け取る契約を交わしていたことを尋問で明らかにしているな。また、ワグネルは、12月にもバフムートの上空で、携帯式対空ミサイルによって2機のスホイ24を喪失していて、2機のパイロットはそれぞれ戦死、遺体はロシア軍によって回収され、ロシアのメディアが2人の中高年パイロットの名をアレクサンダー・アントノフとウラジーミル・ニキシンであることを報じ、ロシア航空宇宙軍を引退した後にワグネルと契約したとされているぜ。ワグネルってなんだか高齢の人が多いんだね。これらワグネルの契約パイロットに高齢者が多いのには、正規軍を引退後にスカウトしていることもあるんだけど、ワグネルが使用している航空機が旧式であることもその理由であると見られているよ。これまでワグネルが使用していることが確認されているのは戦闘爆撃機スホイ24と攻撃機スホイ25で、いずれも1970年代に登場した機体なんだ。スホ
ホイ24は1975年から運用されている二人乗りの戦闘攻撃機で、後継機種であるスホイ34と同様の並列複座型の乗員配置となっているね。可変翼を備えているのが特徴で、エンジンはサプールン製 AL21FZA ジェットエンジンを2機搭載して最高速度 1700km 毎時を発揮し、最大兵装搭載量は 8000kg となっているよ。1970年代に開発された機体は旧式であることは否定できないものの、後継機種であるスホイ34の開発が遅れ、製造は配備も予定通りには進んでいないことから、この先もしばらくは戦闘爆撃機として現役であり続ける必要があり、現行のスホイ 24M をさらに近代化改修したスホイ 24M2 が登場して当分の間は主力戦闘爆撃機として運用されるものとみられているんだ。もう一方のスホイ25もまた40年前から運用されている旧式の近接航空支援用攻撃機で、ワグネルが使用していた機体にはロシア航空宇宙軍のマークやシリアルナンバーなどがそのまま残されていることから、機体の所属はあくまでロシア航空宇宙軍であり、ワグネルにはレンタルの形で提供しているのであろうとの見方が出ているよ。ワグネル戦闘部隊はリビアなど他の地域に展開した際も、ロシア航空宇宙軍機が航空支援を行うなどしていて、以前から自前の航空部隊を運用しているのではないかとの噂があったが、今回のウクライナ侵略で墜落機などからの情報によってその噂が真実であったことが判明し、そしてその作戦範囲はあくまでワグネルの地上戦闘部隊の援護であるとされ、ロシア正規軍とは連動していないとみなされているぜ。ロシア政府は明らかにワグネルを利用していながらも正式にはその存在を認めておらず、過去にワグネルが世界中で引き起こした戦争犯罪についても知らぬ存ぜぬの姿勢を貫き通して放火無理を決め込んでいるが、これは正規軍が引き起こす戦争犯罪を全てワグネルの仕業とすることで、ロシア正規軍の所有ではなく、政府が承認していない民間軍事会社が勝手にやったこととして言い逃れをするためであろうとされているね。結局ロシアはいろんな責任をいろんなところに押し付ける算段をつけているってわけだね。本当に卑怯なやり方だよ。ロシアがこのように正規軍ではない民間軍事会社の傭兵を利用するのは、この戦争犯罪の責任の所在をなすりつけて国際社会の追及から逃れるとの姑息な理由の他に、ロシア国内の世論への対策にも利用されていると見られ、ロシア兵の戦死傷者の数が増えることで世論の反戦ムードが盛り上がることを防ぐために、民間軍事会社であればその数字を公表する必要がないため世論を抑えられるというよ。しかしながら、ウクライナ侵略に関してロシア軍は正確な戦死傷者数を公表していないことから、世論対策としての効果はほとんどないと考えられるな。また、ウクライナ侵略には関係がないが、正規軍を派遣するには問題がある中央アフリカなどにワグネルを派遣したことがあり、現地ではワグネルをロシア軍として迎え入れ、その働きに感謝して見返りとして鉱山の利権などがロシアに与えられるなど、ロシアの国益にも貢献しているとされ、国際社会ではワグネルをロシア政府によって作られた事実上の準軍事組織とみなしているぜ。そのような存在であるワグネルは、表向きはロシア国家と関係がないとされているために、その行動へ制限を加える存在もないんだ。そのために、これまで派遣されてきた世界各地において、民間人への気配りをせずに戦闘の巻き添えにするばかりでなく、占領地においては拷問処刑などを行って多数の民間人を虐殺する人権侵害を繰り返していることが報告されているってわけ。ロシアの国内法ではワグネルのような民間軍事会社の存在は認められておらず、政府が認めない準軍事組織という異常な存在であるにもかかわらずワグネルは公然と人員を募集して、ウクライナ人を虐殺しており、このワグネルを利用するロシアを非難する声が高まっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍参謀本部が2022年12月18日に発表した戦況分析によると、11月に南部ヘルソン州のドニプロ川ドニエプル川西岸からロシア軍が東岸に撤退して以来、同川を挟んで対峙する形で膠着状態となっていた状況から動きがあり、
東岸で防御陣地を構築していると見られていたロシア軍が、東岸地域から撤退する動きを見せているとして、少なくとも2つの町に駐留していたロシア軍部隊が撤退したとの見方を示したよ。参謀本部では13日にも、ドニプロ川東岸にある集落からロシア軍が撤退したことを発表していたんだけど、この際にはアメリカのシンクタンク戦争研究所がこの撤退について分析を公表して、撤退が後方の守りを固めるための転進的なものであるとしていたんだ。またウクライナ軍参謀本部からは12月3日に、ドニプロ川東岸に特殊部隊が渡過して鉄塔などにウクライナ国旗を掲げるなどの活動の様子が撮影された動画を公開して、ドニプロ川東岸に共闘法を築いたとして主張していたらしいな。でも、西側の軍事専門家などからは威力偵察のようなものであって共闘法を築くまでには至っていないのではないか?と懐疑的見方が示されていたみたいだね。さて今回は、ヘルソン州のロシア軍に、ドニプロ川東岸から撤退の兆候ありということについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。これまでヘルソン州のロシア軍については、2014年に一方的に併合したクリミア半島を奪還されることを防ぐために、ドニプロ川東岸に強固な防御陣地を築き、ドウ川を天然の堀としてウクライナ軍の渡過作戦を妨げ、ヘルソン州のドウ川以東の地域を確保する戦略を取るのではないかと見られていたんだ。しかしながら、このところのウクライナ軍はヘルソン州の隣のザポリージャ州で攻勢を強めていると見られ、特にメリトポリにおいては、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースによる、GPS 精密誘導の長射程ロケット弾を使用して、ロシア軍関連施設や兵站集積施設などへの攻撃が続いていることから、ウクライナ軍がドニプロ川渡過作戦ではなくメリトポリの奪還を目指している可能性が指摘され始めたな。メリトポリはザポリージャ州における道路及び鉄道交通の要衝で、ロシア本土のタガンログからザポリージャ州のマリウポリ、ベルジャンシクを経てクリミア半島に向けて物資輸送を実施する際には必ず通らなければならないんだよね。クリミア半島への補給にはもう一つのルートとして、ロシア南端のクラスノダール地方のケルチ海峡に架かるクリミア大橋があるが、10月に爆破があって以降、車両用道路橋は片側通行となり並行して架かる鉄道橋も単線のみ使用可能となっていて輸送力は低下しているんだ。また、ヘルソン州全体がウクライナ軍に奪還された場合、直接攻撃される可能性が生じるため、クリミア半島への輸送はアゾフ海や黒海からの海上輸送のみとなり、クリミア半島が孤立する可能性があるぜ。ウクライナ軍としてはメリトポリを奪還した上で、拠点として確保することができれば、ヘルソン州のドニプロ川東岸のロシア軍の補給路を断ち、包囲してクリミア半島に追い込むことが可能となり、その上で補給路を遮断して兵糧攻めとするだけで、クリミア半島のロシア軍を降伏させて奪還できるとの見方を示す軍人専門家の意見があるよ。もしロシア軍がドニプロ川東岸に渡過作戦を阻止するための防御陣地を築いていたとすると、そこを正面突破しようとすればウクライナ軍には甚大な損害が出ると予想され、人的な戦力面でロシア軍とは大きな差があるウクライナ軍の今後の作戦行動に大きな支障となるみたい。士気が低いとはいえ、数的な有利は揺るがないからね。ウクライナは緻密な戦略で数の不利を埋めるしかないよ。現有戦力でクリミア半島奪還を狙うのであれば、東部ドンバス地方の戦線を膠着させてそこのロシア軍を足止めしておいて、ザポリージャ州の奪還を目指すのは理にかなった自然の流れだろうね。ただ、ロシア軍もそこは承知して手を打っていると見られ、これまでもメリトポリ市民が撮影した動画や画像を SNS に投稿しているフェドロフ市長による18日の投稿には、市内のロシア軍が大戦車防御用の三角錐型のコンクリートブロック、いわゆる U の刃を道路上に設置しているとされる画像が添付されていて、ロシア軍がメリトポリ市内での市街戦を想定して準備を進めているとのコメントを付け加えているよ。これらの状況から、今回ウクライナ軍参謀本部が発表した、ドニプロ川東岸で2つの町からロシア軍撤退したとの情報については、
メリトポリの守備を固めるための移動である可能性を指摘する見方が広がっているんだ。もしウクライナ軍がドニプロ川を渡河できるザポリージャ市を拠点としてメリトポリ奪還を計画しているとすると、ザポリージャ市から幹線道路の E105 を南下してくるものと見られているよ。この作戦が成功した場合、E105 沿いのロシア軍は手薄で横槍を入れられたり、兵站補給を断たれたりする恐れが少ないと考えられることから、ザポリージャ州からドネツク州にかけて展開しているロシア軍部隊は薄いということになり、クリミア半島にロシア軍を押し込んだ後にベルジャンシクやマリウポリを奪還して、アゾフ海沿岸を抑えた上でドネツク州の州都ドネツクを南から突くことも可能だな。これらの作戦を成功に導くためには、東部戦線のドネツク州バフムートで攻勢に出ているとされていて、ロシア軍の中でも特に戦意が高いとされる空挺部隊や、民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊などをバフムートに釘付けにしておき、マリウポリに南下させないことが重要だよね。バフムートでは伝わってくる情報を総合的に判断するならば、ロシア軍が半年以上かけて少しずつ包囲を狭めているとされ、一部の報道ではバフムート市街地に達したロシア軍部隊もあるというよ。しかし、12月18日時点においてはロシア軍がバフムート市内に突入した、といったような情報はウクライナ側からもロシア側からも発信されていないため、バフムートを防衛するウクライナ軍が検討しているものとみられているぜ。もしバフムートがロシア軍に制圧された場合、西側の一部の軍事専門家がロシア軍はバフムートを占領した勢いに乗り、さらに東のコンスタンチノフスカ、クラマトルスク、スラビャンスクを狙う可能性があると指摘しているんだけど、バフムートに攻勢をかけている部隊はこれまでに9月に招集された予備役動員兵を、弾よけのようにして多大な戦死傷者を出しているとされ、バフムートから先に進む余力はないとの見方が主流なんだ。これだけの犠牲を払っても戦い続けるんだね。弾よけにされた人の家族はどう思っているんだろう。それゆえにロシア軍がバフムートを陥落させたとしたなら、まずはバフムートの防備を固めた上で部隊の再編成などを実施して戦力を整えるであろうことから、バフムートから西に進むのはウクライナのレズニコフ国防相が指摘している2023年1月に、訓練を受けた動員兵が投入されるタイミングであろうとされているよ。ウクライナ軍がもし本当にメリトポリ奪還を狙っているとするならば同市を奪還するタイミングは、ロシア軍に大量に動員兵が補充される前で、かつ地面が凍結して戦車などの戦闘車両が動くことができる今しかないな。この先1ヶ月以内に、メリトポリを奪還してからヘルソン州のドニプロ川東岸のロシア軍をクリミア半島に押し込み、ヘルソン州とクリミア半島をつなぐペレコープ地境を封鎖した上で、クリミア大橋を修復不可能なまでに破壊してクリミア半島を孤立させるか、あるいはクリミア大橋を小型車両が通行できる程度に破壊しておき、半島のロシア軍を徒歩で撤退させてから落とすなどの作戦を成功させることができれば、ウクライナ軍は東部戦線に兵力を集中させることが可能となるんだ。ウクライナの東部ドンバス地方のドネツク州とルハンシク州には、もともと親ロシア派武装勢力が支配していた地域があったために、その近辺の住民も含めて親ロシア派のウクライナ人が多く、ウクライナ軍がその地域を含めて奪還することは難しいと見られているね。ウクライナ軍が、年明け早々にもヘルソン州とザポリージャ州全土を奪還してクリミア半島を孤立させることができれば、その状況をもって講和が進む可能性が見えてくるとの見方が出ているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年12月10日の夜、ウクライナにおいてロシアが2014年に一方的に併合した、クリミア半島北部ジャンコイ近郊にあるロシア軍宿舎で、ロシア軍部隊の兵舎に大規模な火災が発生して兵士2人が死亡したとして、ウクライナのメディアが報じているよ。それによると12月10日夜にジャンコイから南東約 15km にあるソビエツキーに設営されていたロシア軍兵舎で火災が発生し、兵士2人が死亡して施設にいた約200人が避難したとされているな。このロシア軍兵舎には9月の部分的動員令で招集された200人以上の予備役動員兵が駐留していたみたいだね。さて今回は、
クリミア半島のロシア軍施設での火災について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この火災についてウクライナの一部のメディアでは、火災はドローン攻撃によるものであるとして報道し、ロシア側が設置したクリミア共和国の悪書の不死鳥はドローン攻撃はウクライナ側のフェイクニュースとしながらも、SNS 上で10日にクリミア半島中部にあるシンフェロポリで防空システムが作動したとして、住民に対してドローン攻撃に対して平静に対応するようにとの呼びかけを投稿しているんだ。しかしながら、このロシア軍宿舎の火災について、クリミア半島の先住民族であるタタール人とウクライナ人がパルチザンとして活動している反ロシア団体の宛て紙が、ロシア軍宿舎の火災は計画的な放火である主張する声明を出し、この先もパルチザン活動によって、クリミア半島のロシア軍を内部から崩壊させ続けるとの警告を発しているみたい。クリミア半島は、ウクライナ南部ヘルソン州に繋がった形で黒海の北岸に突き出た半島で、26,844 平方キロメートルの面積に、235万3,100 人の人口を持ち、地政学的に黒海を支配する重要な要衝として、古代から様々な民族が争う土地であり、15世紀にオスマン帝国の属国としてクリミア半国が成立し、18世紀にロシア帝国に併合され、このクリミア半国の住民であったのが、8世紀頃にクリミア半島に流入していたチュルク系ムスリム住民を起源とするクリミアタタール人なんだって。1917年に勃発したロシア内戦において、クリミア半島は反革命側の白軍に占拠されていたが、白軍が赤軍によって駆逐された後に、クリミアはソビエト連邦の一部となり、1921年にはクリミア自治ソビエト社会主義共和国が置かれ、ナチスドイツの占領下にあったね。クリミアの戦い1941年から1942年では、クリミアタタール人の多くが赤軍として参加させられたんだけど、1944年にクリミアタタール人はナチスドイツに協力したとの嫌疑をスターリンによってかけられたため、約20万人が中央アジアやシベリアに強制移住を命じられ、その過程において多数の住民が命を落としており、このことはクリミアタタール人追放として、現在においても、クリミアタタール人の心に深く刻まれていて、彼らの反ソ連、反ロシア思想の源になっているよ。スターリンが死去した後の1967年にクリミアタタール人のシベリア追放措置は解除され、彼らへのクリミアへの帰還運動が開始されたな。1991年にはソ連邦内に居住しているすべてのクリミアタタール人から代議員が選出されて、最高意思決定機関としてクリミアタタール民族大会クルル隊が開催され、タタール人のクリミアへの帰還が進められることとなり、クルル隊はそのための常設機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスを設置したよ。2014年にクリミア危機が起こり、ロシアが一方的にクリミア半島をロシア領として編入したが、国際社会とウクライナはそれを認めず現在も係争状態にあり、メジュリスもまたロシア編入を認めておらず、ロシアがウクライナに侵攻した際にはクリミア半島はウクライナ領であるとの声明を発出して、ウクライナへの支持を表明していたんだ。クリミア半島では8月にも海軍航空隊基地やセバストポリ軍港の海軍司令部などがドローンによると見られる攻撃を受けるなど、パルチザンによる活動が盛んで、今回声明を発したタタール人による当て紙を含めて3つのパルチザン組織があり、およそ100人のパルチザンが潜伏していると言われているね。内部に工作員がいるとなれば、ロシアもうかうかしていられないよね。一気に総崩れになる可能性もあるんだし。クリミア半島で現在ロシア軍が使用している基地はすべてウクライナ軍が使用していたものであるため、位置や基地内の配置などすべての情報を持っているほか、ロシア軍基地に出入りしている協力者によって常に最新情報が提供されているらしいな。そのパルチザン組織にはウクライナ軍がドローンなどの兵器を提供し、攻撃目標などの指示を出しているとされ、ウクライナ軍と緊密な連携を保っているとされているぜ。ウクライナのゼレンスキー政権でクリミア問題担当のタミラ・タシワ大統領府代表は、ウクライナ政府としてはパルチザンへの関与についてのコメントは控えながらも、
ウクライナは国際法に従ってロシアによる不当な侵略戦争を戦っているとした上で、ウクライナは決して民間施設を攻撃したりせず、クリミア半島における火災や爆発が起こった施設もまた全てが軍事施設であることに大きな意味があるとして、パルチザンも含めて国際法を遵守していることを強調しているよ。確かにウクライナ側は国際的に批判を受けるような行いを避けているよね。まあ支援のもと戦えているわけだから、世界から信頼を失うようなことはできないだろうし。そうだね。パルチザンとは占領された地域への支配に抵抗するため、地元市民が結成する軍事的組織のことを指し、ウクライナでもこれまでにロシア軍に占領された町それぞれに何らかのパルチザン組織が結成されロシア軍への抵抗を示しているとされているよ。これに参加する住民の多くは、侵略してきたロシア軍によって家族や友人を非道な方法で殺され、町や他の住民を守るために抵抗を続けているんだって。パルチザンの戦闘とは、正規軍と違って敵と正面から戦うのではなく、地下に潜んだ上でのゲリラ戦、将校や兵士の暗殺、軍事施設の爆破などによって敵の後方を撹乱するものであるが、パルチザンとはそもそも旧ソ連がナチスドイツに侵略された際に、侵略者であるドイツ軍に抵抗した民間人を指して呼んだものであり、そのパルチザンが旧ソ連の流れを汲むロシア連邦軍を苦しめていることは皮肉な話だよな。先日ウクライナ軍が州都ヘルソンを奪還したヘルソン州においては、ロシア軍が撤退する以前からパルチザンによってロシア軍の補給路が遮断されていたとされ、ウクライナ軍特殊部隊との共同によってロシア軍を苦しめていたとされ、高機動ロケット砲システムハイマースが配備されてからは、その標的となるロシア軍の弾薬庫や兵舎、司令部などの位置情報をパルチザンがウクライナ軍に提供していたんだ。これによってハイマースから発射する効果で貴重な GPS 精密誘導ロケット弾を無駄にすることなく、確実にドニプロ川東岸にあるロシア軍の兵站集積施設や補給路などへのピンポイント攻撃に運用できたとされているね。ウクライナにおいてパルチザンがロシア軍を苦しめる存在であることは疑いがないが、その活躍の源となっているのは、祖国を守る大義によって戦うパルチザンと、ウクライナを侵略する理由もよくわからずに連れてこられたロシア兵との士気の差だけではなく、パルチザンの教科書の存在があったことが大きいとの指摘があるぜ。このゲリラ戦のお手本を記したとされる教科書は、2013年にアメリカ軍の特殊部隊が体系化した抵抗活動戦略 ROC と呼ばれる300ページにも上る冊子のことだな。この教科書には、道路標識を付け替えたり、撤去したりして敵軍を混乱させることや、道にガラスを巻いて軍用トラックなどの通行を阻止することや、ゲリラ戦のやり方が詳しく書かれているみたいだね。ウクライナはロシアが侵略する以前から、この ROC を元にマニュアル化して行政機関や個人に対しても、侵略を受けた際にすべきことを周知させて準備を進めていたんだって。日本のインターネット上ではウクライナにおけるパルチザンの活躍を受けて、ROC などのウクライナによる取り組みを日本は見習い、国民の国防意識を高めるべきであるとの意見が広がりつつあるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。